堀本さんは、はい、ええー、僕にお金を払って僕に仕事を頼む立場だとします。仮に、え例えばだから一時間で終わる事務処理を発注するとします。はい、うん、はいはい。えー、これ例えなんで適当な額ですけどいくらじゃあ例えば払いますか。まあじゃあ四千円とかですか、ね。四千円ありがとうございます。はい。ただですねこれちょっと特殊な条件を少しだけ加えまして、うんはい、僕もし 僕が思ってるよりもね安い額を提示したらめちゃくちゃ切れますそんなやつに俺仕事振らないっすえそんな気短い人に頼まないっすよしかももうちょっと難しいのがあの提示しすぎる例えば俺4,000円だなと思ってて堀本さんが8,000円でお願いって言って提示しすぎたら切れますいやいやいいじゃんもらっといたらやったそんなにもらえるんですかねいいじゃんいやそうならないですよさらにですね物価って今なんかまさに上がってますよねなので えっと次の月にも4000円次の月にも4000円っていうのを提示し続けてもはい、はい、切れない時もあるんですけど <laughs> ある日突然自分の中で額がパーンって5000円とかに上がって、はいね、4000円を提示したら切れます <laughs> 先月までそれでよかったじゃんってなりますけどねああでも、ね、許せないですそれは。ってなるわけです、ね、そう。 がいたたとしたらすごい付き合いづらくないですか <laughs> すごいいい付き合いづらくないです <laughs> 言うまでも最初から言ってたよ俺んなら少なく言ったら切れるの段階でもう無理だったよ俺これがね <laughs>、うん、敬語なんですよ敬語敬今この例えって <laughs> あのお仕事を頼んで、うん、お金のやり取りをするって話だったんですけどこのお金提示するお金ってのが敬意だと思ってください <laughs> あはいはいはい,はい、はい、ね途端にね 敬意の話になるとね同じなんですよ。あだからあれだ払い過ぎってのは丁寧すぎてインキンブレみたいな堀本様に今回収録をさせていただきますのは本当に大変光栄で至極で<ー>えというふうに思わせていただいている次第でございますみたいななるほどねのが。 提示しすすぎた場合ですねだからあれですよね僕が中学の同級生と飲みに行くときに「よっ大作家先生!」って言われたらてめえふざけてんだろうってなるやつ傾向 <laughs> じゃないですそれ傾向じ, <laughs> じゃない傾向じゃないシンプルにいじってるだけだからそういうことはね敬意つけすぎるとちょっとブレになるっていう、はい、のがまず1個目ですよね提示しすぎたら切れるとで逆に安い額を提示したら切れるっていうのは、うんまあ、普通に敬意足りなかったら切れるそういうことですよねっとだから、えー、と初めて会ったじゃあ例えばクライアントの担当者の人が堀本さんに「 これぐらいちょろっとお願いよ最悪でくるみたいなのが安い学を停車しれるとここまではまあいいとして経意ってインフレしてるって話って「弦楽ラジオ」でも何回かしましたよね経意前言の法則みたいな紹介したと思いますけどお前がもともとは身分高い人に言う言葉だったのにそれが使われすぎてだんだん悪い方に使われるようになったってやつよね。 だからそれで言うと敬意が前言しているので常に同じ敬語を使い続けているとある時代で失礼だとされるわけですよ本当だね物価と似てるわそう言われるとそうなんですよぶいやでも提示しすぎて切れられることは基本的にないはずなので、うん、物価よりもうちょい難しい小取引よりももっと難しいあの確かにそのねあのねあ今みたいに物価が上がってるんだったら発注した時の単価も上げてくれとか賃上げをしてくれって今でも話ありますけど 上げすぎても切れるんですよ <laughs> 難しいです、ね、経のそうだからこれ突き詰めていくとやっぱ敬意敬意とか敬語って本当に難しいなと、うん、つまり使いすぎたらすり切れる、うん、少ないと怒られる多すぎても怒られる、うん、っていう。っていう、はい、あのー、人間関係ですわそれ。 経緯がどうっていうよりはい、はい、人間関係って難しいって話じゃないですかああなるほどつまりさううなんかじゃあわかんない恋人との関係とかもさ、うん、その愛情がないと情熱がないとダメなわけじゃないですか、はい、連絡3日に1回返さないわみたいなやつとかうん,、うん、なんか全然好きにしてたらっていう感じだとまずいのに。はい かといってじゃあ10分に1回居場所連絡してよねみたいな <laughs> 必ず毎日1時間に1回は LINE してよねだとちょっと重いなってなるわけじゃないだからもうちょうどいいバランスぎりぎりを見極めないと人間関係成立しないみたいなマンネリになると違うこと、ねうん、ああそうですね新しいことやらないとだめみたいな、はい、もうめちゃめちゃ人間関係すべてにつきまとう難しさなのかもしれないと思いました今そうなんですよで経意っていうのはまさにその意味ではコミュニケーションの間で生まれるものなのでそうだ、ね、人と人に まあ、その自分の敬意を交換してるわけですよね、うん、その交換するグッズをどれぐらいの大きさにしなきゃいけないのかっていうのが、うん、もう本当に地雷原を踏み抜くような踏まずに歩くようなそう,、ね、そういう繊細な技術を問われるっていうのが確かに敬語敬意表現なんですよ。 確かにだからあれにも似てるわ、プレゼント持ってく金額の読み合いとかにも似てるわあははいいはい、はい、これ、いくらぐらいのもの持ってきゃいいのかなっていうの、のすげえ難しい、ね、僕の世代とかだともう、事前にこう、うん、武装解除というか、2万まで,まで、ね、<laughs> やって、<laughs> それやってくれるといいですけどね。知り合いが多いですけどね、僕の場合だと。でも確かにたまにすっごい一生懸命考えてるやつとか、上げすぎるとね、プレッシャーになるって言いますからね。これ、いくらのもの持ってったらいいのかなってめっちゃ難しいですけど、そうか、あれ、経緯と一緒だから難しいんだわ、コミュニケーションだからだ。 そういうことなんですということで今回はなぜみんなさせていただくが嫌いなのかっていう話をしていきたいと思いますうん、うん、はい。もう答えをほとんど言ってしまってるので、うん、改めて言うと最大のねみんながさせていただくが嫌いな最大の原因っていうのは、はい、すり減ったからですよね経緯があさせていただくの敬意がすり減っちゃったんですかさせていただくのを敬語感 あ,あ、そうの伝えてるなってのが、ど,どんどん弱まってるからだ<ー>、っていうことです、ね。僕さっきので言うと、上げすぎなのかと思いましたけどね。あ、えっと、べたべたと、こう何でも、うん、えっと、つけて。うん。んあ、っていうよりは、経緯が多すぎるから、嫌だなって思われてるのかなって思いましたけど。あ<ー>、そんなことないのか。えっとね、それもある。あ、それもあるの。それも、経緯をつけすぎている。うん。例えば。え、経緯、上げすぎじゃないですか。えー、っと、だから、じゃ、解散させていただきますみたいなのって。 私たちバンド解散するときですらあなたの許可を取りに行ってんすよ。あなたってそれだけ高貴な存在ですよって言ってこちらを上げすぎているから嫌なのかなと思ってました。あなるほどね。ああ、そうですね。確かに。えっとつまりそれって、うん、そのわし側からすると、うん、大して敬意がないと思ってるからつけてるというかなんていうのその、うん、手軽に。 ペタッとくっつけるはい、はい、対して味変わらない調味料みたいなものをちょっとだけかけた感覚で喋っている聞き手にとっては堀本さんはそれをイン・ンだと思うかもしれないですけど、うん、違和感を持たない人も結構いるわけですよそれはやっぱりそのさせていただくのを持つ敬意っていうのが弱まっていることの証しなんじゃないかな,な,るほど,なるほど。誰でも手軽に使うっていうのは要はインフレですよねそれは。うんうん、っていうことだと思いますね。僕はは直感的には経緯の表現 強いのかなって思ったけど、むしろそんなことはなくて、もう世の中流通してるさせていただくはほとんど味のないスパイスみたいになっている。そういうことですね。はい。これだから実はそのここがその前回言ったベネファクティブの話と関わってくるんですけど、うん、このベネファクティブでもう全部実は敬語表現だったんですよね。つまり堀本さんに例えばレクチャーしてやる。 お前にレクチャーしてやるこれめちゃめちゃ敬語ですねこれ絶対違うってめちゃくちゃ上から目線でしたいやお前ってのはまずね敬語だ敬語だっす貴様でもいいです貴様よりだめなんだよな悪役しか言ってるとこ見たことないんだよなでもしてやるってなのはこれはあの全然れっきとした敬語表現だったんですよそうか16から17世紀ぐらいですね貴様に話してやろうはめちゃめちゃ敬語だったありがたいもう全然敬語っないや全然ならないですけどね感じだだったしそれかかららもちろん えとししててくれるとかしてもらう、うん、これも全部今存在な感じがしますけど、うん、なんで存在な感じがするかっていったら経緯が擦り切れたなんですね使ってるうちにすり切れちゃうんですねはいで、えー、とーもう一回「やるくれるもらう」の体系整理すると「うん、やる」を丁寧にしたのが「あげるあげる」うん、上げるを丁寧にしたのが「差し上げる」なんですねこいつ今3段階あります、はいはい、で残りりのくれるはくださるはさになり もらうはいただくになりましたな、うん、なるほどそういうい進化系なのかはいなので、えっと、進化系としてはだからやるしてやるの次にしてあげるができて、うん、してあげるの次にして差し上げるができたとうん、うん、で、えっと、くれるの系統はしてくれるのにしてくださるができ、うん、もらうはしてもらうから、えー、っとしていただくになったと、うん、ポケモンみたいですね3段階進化のやつと2段階進化のやつがいるんだそういうことですね、うん、はい 一応これ出現順みたいなので言うと、うん、まあさっき言ったように15から17世紀ぐらいがまあ手ある手くれる手もらうみたいなのが出現し始めた時期逆に言うと14世紀とかにはしてやるとかしてくれるみたいな、うん、いわゆるベネファクティブ表現ってのはなかった、うんうん、と言っていいと思いますどうやって言ってたんでしょうねなんかしてもらった時あとだからえっ、ーと,えー、とあれは下舞うとかは あれはどうな。ああ、古文でやりましたね。違うか。うあれ。尊敬語じゃない。でね、単に。何々してらっしゃる。あ、そうか、そうか。あ、そうだ,そうだ、そうだ,そうだ,そうだ。してもらってるっていうニュアンスはないんだろうね。多分、ね。そうですね。そうですね。あれ、昔の人たちはじゃ、どう言ってたんだ。普通に、えっ、ー、と、堀本さんが僕に。 えと話をするみたいな言い方をかか、ね、してくれるみたいな言い方はしてなかったのかあれそんなわけあるなんか不思議に思いつきあったそういうちょっと恩恵あることやってくれたぞっていう表現必要な気するけど恩恵の自重表現自体はありそうな気あったんじゃあまあなんか別表現があったんですかね、うん、古文がさ、うん、俺弱いから <laughs> 古文ね点数取れたぞと思って自己採点したらなんか5割だったみたいなやいやいや5割じゃないです つまりもないかな、ね、たたひどいね、はい、二次試験古文あったんですけどね僕ね<ー>文学部だからちょっと古文弱すぎて分かんないですけどひどいまあなんかあったかもしれないですねそういう表現はねはい、まあ、で江戸時代に第二ステージになって「手あげる、うん、手くださる手いただく」ができたとなるほどなるほどで、まあ、近代以降に「手差し上げるとさせていただく」が誕生したみたいな流れですねなるほどちなみにさ、はい、なんで敬意って前言するんだと思います 経緯ですり減るんだと思いますまあだからあれでしょ辛いもんとかさ、毎日食べ続けてたらさ、うん、辛さに慣れてきてさ、はい、あんま辛くねえなってなるみたいな感じで新しく出てきた時にはなんかすごいこれ丁寧って思ったけど毎日見に目にしてたらなんか当たり前だなってなって気にならなくなるみたいな感じじゃないですかそういうことですねまさにだから実はこれ前言するのって経緯だけではないんですよね例えば恩恵みたいなものも、うん そうだし、うんえー、例えば「やる」っていうのがこう次第に上から目線に感じられて、うん、敬語系の「あげる」が登場する例えば「ペットに餌をやるが」が、うん、違和感を持つ人がなんか多くて「あげる」えーっと「ペットに餌をあげる」みたいな表現にするとかもそうだし分かったあれそうじゃないですか、あのー、郵便物「だれだれ雪」を「恩中」に書き換えるみたいなやつ「様」に書き換えるやつ あれ多分最初のやつのインパクトすごかったじゃないですか一番最初にやったやつなんかおおめちゃめちゃなんかキーキーなことやってくるわこいつ封筒を書き換えてくるとはって多分思ったと思うんですけど結婚式の出席カードとかでもねあそう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 そんそう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 そてねうそ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 てそうそうそるよねそう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 う あれやらずにやった人が。五方面のまま行きましたう。マジで、<か>それはもうダメよ。<laughs> それ。俺はさ、そういうの嫌いじゃないの。え、俺一回目からちゃんと完璧にやるよそういう。でもどうせあれでしょ。あの、うん、裏であんな無意味なものに時間を使いやがってとか言って,言ってたんでしょ。当然言いますよ。<laughs> 当然、当然。僕ずっと言ってますよ。あの <laughs> ピン札を探してる時間、一番意味ない時間ですよね。人生において。<laughs> 日本の GDP を著しく引き下げてますよね、ピン札という風潮があれ、廃止したほうがいいでしょ、絶対。でも最近、僕、この前出た結婚式とか、事前に振り込みでしたよ。ああ、いい、助かりましたそうういいいやつはど。なのに、事前に振り込んだことを僕、すぐ忘れるので、包んでました、また。なので、ご祝儀2個分でこうやって懐にも入れていったんですけど、俺、そういえば払ってたなカな <laughs> 相変わらずの健康ぶりで <laughs>、はい、ひどいですね。え、はい、でも僕すごい覚えてるのが大学のまあなんか。そこそこそのエリート的な人の先輩の結婚式に出たらうん、うん、もう。はい みんないいところにお勤めのね日本を動かす代表する企業の人たちが集まってたんですけど、まあ、朝なんかさ結婚式ってちょっと手持ち不足だったりするとちょっと友達と集まったりしてさうん、うん、カフェ行ってから行ったりするじゃないですかはい、はい、あれやろうぜって言って集まったんですけどカフェに集まった後でそのもう某日本を代表する銀行の人と某日本を代表する商社の人が2人とも「うん、やべピン札持ってねえわ」ってなって「うん、ちょっと今からピン札探しの旅に出てくるわ」って言って1時間ぐらいいなくなって。 彼らの能力をもっと絶対国のために生かした方がいいんですよ。ピン札探しに行ってコンビニの ATM で出したり戻したりしてる場合じゃないんですよ。あれで廃止した方が絶対にいいなとえ。ここだけの話ですよ。本当、はい、ここだけの話ですけど、はい、僕本当あれくだらないなと思ってはい、はい、実際ピン札じゃないものを入れてることあります。<laughs> ロックですね、はい、俺はそういういいのに従わないぞと なんばかりりの瞳でしてることあますどうせさこうさ知らんよ俺結婚したことないから知らんけどさ開封してさスッと出してさごちゃごちゃになって誰のがピンサスじゃなかったかわかんないし犯人探し多分しないじゃん。と思うじゃん。えと思うじゃん。でしょ僕いとこが結婚した時に整理手伝ったことあるからわかるんだけど要するにその開けてさご祝儀多かったりするとさあこの人こんな何万円もくれてるってなって。 新郎新婦も共有するわけですよ情報、はい、あ、それこんなくれたんだみたいななんとかさんすごいみたいなじゃあ今度なんかお返しに何々あげないとねみたいな要はイレギュラーが発生した時に情報共有をするんですよあれ開封しながらなるほどだから俺水野のやつだけピン札じゃねえなってなってえ水野君ピン札じゃないのっていう情報共有が絶対されてます裏で されてるでしょ。されてます。完全にバレてます。もしかしてですけど、ご主義の袋、<laughs> うん、筆ペンが望ましいって書いてるけど、僕がボールペンで書いてることとかバレてます？<laughs> バレてます。あの表は筆ペンで書いて、筆ペンだとほ <laughs> 太すぎてさ、全然何がなだかわからないから。筆つぶれるよね。あの筆っぽいこうインクの流れのボールペンで書いてることはバレてない。うん、あのバレてます。<あ>バレてる。ただバレてるんですけど、それに関しては僕もあのググりまくった結果。 最近はボールペンでもまあよしとされていますっていう文献を見つけて「よしオッケー僕結構ボールペンで書いてます。ああよかったよかったよかったじゃあ僕完全無罪ですね完全に無罪です大丈夫インターネットに書いてあったんではいはいインターネットに書いてあることは合ってるんでねよかったよかったよかったということはちょっとね諸説ありますんであんまりうのみにしない方がいいかもしれないですけどあの何の話してたんだったっけ熱入りすぎて忘れちゃった本題「恩中」恩中ってさあれさ最初のやつはすごいインパクトあったと思うんだけどさ もう今やらないとだからあれプラスじゃないわけよもはや、うん、ゼロなわけよやってて当然で、はい、やってなかったらマイナス点だけ受けるっていう,うん、うん、あまりにも理不尽すぎる落とし穴だと僕思ってるんですけど確かに、ね、社会に埋め込まれた地雷ですよねやっぱあれも。そうですね、うん、あれ逆に今 いいよと思わせるためには、うん、何したら、家庭になるんですかね。うん、何したらいいんですか、ね。あれかな、株式会社まるの上に、あの上場企業に割り振られてる証券コード四三二六とか書いて。勝手に振っとく。勝手に振っとくのいいかもしれないです、ね。あと、あの株価のチャートとか書いておく。<laughs> 右肩上がりの。<laughs> そうですね。御社の来年って書いて。<laughs> あ,あ、業績予想も出した。<laughs> 業績予想出した。あていいですね。そういうのをやるといいかもしれないですねああ。あ確かに確かに。で、それが広まったらもうみんな多分チャートとかでようなでしょうね。<laughs> 上場してないとかどうすんのっていう。<laughs> <laughs> いや、でも本当そういうレベルでさ、だからあの恩中とか全部。その味のないスパイス状態になっちゃったのに、みんな続けてるの滑稽さ、うんね。多分そうですからね。そうだよ、ね、本当、だからそのせいで僕みたいなやつは、フレーみたいになってますから。<laughs> なっちゃってます。だから滑稽だなと思って、やめたらいいのになっていう今この話聞いてて改めて思いましたねそ,そこもだから、敬意、全言しているんですね。そうだ、ね、あらゆるもので行われてるんでしょうね、それはね。ここ僕ちょっとリサーチしてた中で、はい、あの全然今ね、言語に関係ない話ずっとしてたんで、うん、慌てて出すんですけど。<laughs> はいはい、あの言語周りで、そのこれも。 全言してたんだっていう衝撃の事実知って、あの生々しさを。えっと回避するために、えっと表現を別で変えるんだけども、やっぱりそれに生々しさが生まれてか、えー、っと前言するために変えるっていう表現があってあ。トイレでしょあ、トイレではないですけど、トイレどういうことですか。トイレってさ、めちゃめちゃ言い換えられてるよね。ありますね。ええー。上手場とか。日本語だとさ、お手洗いとか。上手場じゃねえか。 お手洗い、長ズあれか、神社、神社か、漢字のお手洗いが、長ズモお手洗いって書、手洗いって書くから、漢字はぶつかって、あれ神社か寺？なんかなんか。しかも手水だ。俺が言ってんの水洗いだ。全然ちげえわ。ぐだダ？ダグダだな。え、川やとかね。あ、そうそう。セッチンとかね。化粧室とかさ、なんか言うじゃないですか、いろいろ。あれ英語の方がひどいよね。えっと、トイレ。 レストルームレストルームとかバスルームとかバスルームもありますねラバトリーってのもあるよねラバトリーもありますねあれ歴史によって段階踏んでるんだよね最初トイレットって言ってたのがバスルームになってわかんないけどんか例えばバスルームになってあとあれウォーターなんとかもあるよね WB あれへえあわかんないウォーター ウォーターなんとかああ見たことないかもだか要するにそのどん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 変えていかないといけないからちょっと世代に応じてもうどんどんこれ下品これ下品っていって新しいのに塗り替えられていくあれですよねグレーな貸金業者が2年ごとに名前変えてなんとかこう行政に怒られるのを避けようとするみたいな感じですよ、ね、<laughs> ちょっと例えばあんまよく分からなかったですけどそうなのかもしれない、ね、<laughs> それともちろんおトイレもそうです、ね、本当あのさっき上がんなかったの言っても日本語でご不浄とかもねありますよねあそうだご不浄っていう,、ね、うか いろいろありますけど僕がね今回調べてびっくりしたのね食べるですね食べるはいえ食べるは食べるでしょ食べるの食べるあれもともと食べるって言ってなかったあそうなんだですよハムって言ってたんですよはい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 まあ今でもここっぽいこと言うとあの使うよねその表現はい食べるにムーとか言ってハムですねでもハムが生々しいってなったのでまあクーになってでまたクーも生々しいなってなってその結果タブ でできたんすけど食べるの前にタブがあったんですけどそのタブがねもともとこれタブーでさピンとこないただくって意味だったタブってさ見たことないですか恩恵の形の字にブとか振ってさタブってさ恩恵の形恵むっていう字だよねああ違うんあ違うえっとね上野恩賜公園の詩の字ああはいはい賜るっていう字かはいはいはい恩恵じゃない造形あれあの形の字って何に使うんだっけ タマワルの字ですね。あの、うん、まあタマワルっていう字だよね。はい、はい。そうタマワルの字のあのタブって元々、うん、飲食物をその上位の人からいただくって意味だったらしいんですよ。うん。うん、つまり、うん、食べるっていうのを生々しすぎるので、うん、あの上目上の人から物ノもらう、うん、食べ物もらうっていう動詞で代用したらしいんですね。うん 複雑だね目上の人からものをもらうっていうのを食べるっていうことの表現として使ったってことだそ<う>まあでもそうか化粧室をトイレって言い換えるとほとんど一緒だもんね化粧する場所って言い換えてる全然違うものに言い換えてんだもんね。はい、でさらに最近「食べる」がまた生々しさを感じたのが今「うん、いただく」って言いますよね。うん、これさ 株ともともと同じ意味じゃないですか、いただくって。ああ、目上の人からもをもらうだ。そう、だから、これ、整理すると、えっと、バクッと、こう、飯を食うっていうのが、生々しいなと思って。目上の人から、もろもらうって意味になったんだけど、その意味が忘れられて、食べるが独立して、また。物のもらうって意味になったんです。いただくって。ああ、複雑だな。だから。すごい。そう、多分、例えば、ですけど今後、食べるって、本当、品ない言い方だよね、みたいな、だから、いただくって言わないと。まあ、ないはだよね。ってなる時代が来るかもしれない。そうだね。そして、それは、でも、食べるが生まれた経緯と。ま 全く一緒だっていうすげーっていう話とかもして面白い。面白い歴史は繰り返してますね、うん、そうなんですよ別にそ,その代替表現って別に何で言ってもいいわけじゃんはいだから極端な話食べるをさなんかわかんないけど着るみたいなね多分服を着る,着るとかみたいな単語とかで代用してもいいわけですよねっていうのにしてもいいのにやっぱり目上の人から物をもらうみたいなやつを使いたくなるんだろうね多分ねそうですね同じような表現を探した結果で持ってきちゃううん こう面白かったのは、ね、名古屋あの僕、実家、ね、名古屋なんですけど、うん、うちの家族とかだとあの食べることを呼ばれるとかいんですよね。へえ<ー>。ごちそうを呼ばれるああ。パーティーに招待されるみたいなニュアンス、ね、そう,そうだから僕の地方だとその物もらうっていうよりもなんかこう呼んでもらう声かけてもらうっていう言葉で代用したりしてて<ー>だから地域によってもまたこの食べるの代用表現違ったりするんだろうなと思いました、ね、へー面白いですね、うん、なんて言うんですか、北海道では。 いや特にないですね食べるは食べるしかないけどねオーゴッツを呼ばれたって言いますよなんでオーゴッツを呼ばれたイタリア語かなんかメディチ家かなんかのオーゴッツォオーゴチソウってことかそうですへオーゴッツを呼ばれたロレンツォメディチみたいなそういうやつかなすげえ金持ってるフィレンツェの一族とかかと思ったんですけどオーゴッツを皇帝みたいなあそんなふうに思ったことないですけどねすごいな もう一個は,はい、はい、そのさせていただくがなぜうざいと感じるかのもう一個は本来の使い方から変わってきていてそれに違和感を覚える人もいるっていう話ですね。うんうんうん、本来の使い方から変わってきてまあ、だからあれだよねバンド解散させていただくみたいな、はい、あんまそれいただくって意味と違くないっていうやつですね。はい、そうですねそのさせるっていうのはもともと刺激のイメージがありましたけど、うん、もはやさっき言ったようにはい、はい、え聞き手がさっき言ってのは前回ですね、うん、前回ってっ聞き手がいなかったくてもいいし、うん、それから聞き手の許可をもらってなくても 使えるケースが増えてますよね謙譲語の定義って覚えてますえっと、うん 謙譲語だから自分を下げて、自分を下げることによって相手を上げる。そうですよね。そうってことはさ、相手の関与必要じゃないですか。必要です。相手を立てるということは。でも今のさせていただくっていうのは、例えばじゃあサウナで整わせていただきましたってのは、もう相手の関与がないわけですよね。相手上がらないよね。だってサウナお前が一人で入っただけやろっていう。お前が一人で落ち込んでるだけやろっていう感じですよね。沈んでいってるだけです。そう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 。だからこれは言語学者的に見ると謙譲語じゃなくなったのだっていう考え方するわけですよ。 うん、させていただくは謙譲語じゃなくて定調語とか美化語みたいな聞き手の関与がなくって単純に自分が、えー、と丁寧に喋ってるってことをアピールするための言語にあ<ー>あのてか表現になった、うん、なるほどだから丁寧語と一緒なんですかねそうあとね「整いました」っていうのと一緒根 <laughs> ずっちみたいになっちゃった <laughs> 偶然あもう例文が悪かったな <laughs> ど,どんな謎かけいただけるんですかとと <laughs> ってないです。<え>何も謎かけ、何も整ってないです。<laughs> お題ももらってないし、まだま <laughs> やめろ、何も思いついてないから <laughs>。だから、整いましたっていう言い方っていうような言い方、言い方。昨日整ったんですよっていう言い方の代わりに整わせていただいたんですよっていう表現が使われてるそうです、ね、みたいなことですよね。 丁調語、美化語はまた別のものなんで、ああん厳密にはその一緒ではないんですけど、おおむね堀本さんのイメージで大丈夫です。つまり、その上品な自分を見せるためになったと。うんうん、なるほど。ええ。だからもう一回まとめますと、これまでのさせていただくっていうのは他者思考的な敬語だったわけです。その相手の人がいて、その人との関わりの中で相手を立てて自分を下げるみたいな力学が働いてたんですけど、もう今は。 相手はいらない、うん、一人るほど。うん、っていうような形になったわけなんですけどうん、うん、それを認めない人もいるわけじゃないですか。うん、気持ち悪いなって思い,思いましたからね僕も実際堀本さんはだから割と保守的な内政が働いてたと思うんですけどうん、うん、そうじゃない人もいるわけでっていう人がたちが同じ社会で言葉を交わしてるとうん、うん、当然ムカつくケースが増えるわけですよね。ねっていうのが大きく2つ目の,その、えー、とさせていただくがうざい。 原因ですね難しいねそこの感覚のすり合わせって難しいですよこれ一生無理だよね、うん、あのツイッターこの間見てたらさ、はい、めちゃめちゃ彼女の誕生日プレゼントに切れている男性のスクショかな,かなんかが流れてきたんですけど LINE、はい、のスクショかなんかが、はい、そのキレの原因キレの内容としては俺はお前の誕生日に5万ぐらいするアクセサリーをあげたのにお前はなんか俺との 思い出ブックみたいな、うん、<laughs> 過去の写真とかとその時の。 思いいを綴ったたた手手紙のまとめた手帳みたいな分厚いやつを渡してきやがって「はい、こんなお前俺5万なのにお前0円」とかふざけんなってめっちゃキレててうん、うん、それに対してやいのやいのツイッター民たちが言うっていう地獄の光景が繰り広げられてましてもうだから地獄ですよねその,その男女の間でも食い違っちゃったし、はい、それを見てる人たちも,もうみんな好き勝手なこと言うから、はい、なんかやっぱいやでも確かに普通に金銭的価値あるもの欲しい、ね なあっていう人もいればいやいや時間をくれるのが一番のプレゼントでしょう。思いが一番大事でしょうって言ってる人もいてやっぱ永遠の戦争が行われてましたけどはいはいはい もうそれはツイッターとかそういうレベルじゃなくて敬語の言葉遣い一つとってもそそうううななんんででしょうねそうなんですよだからこれの人が言ってる表現が合ってるか間違ってるかって話じゃなくてお互いがさせていただくっていうのはどういうものだと思って認知してるかがすり合わされてない状態で言葉を交わしてるから多分お前の言い方間違ってるよっていう指摘って全く、うん 改善にならない。いや、俺の中ではこれ合ってるからな。悲しいですだから、させていただくっていうのはうざがられている現代の日本語の中ではうざがられちゃっているわけですね。なるほど、なるほど。可哀想っすよね。経緯がさ、その前言したりさ、役割が変わってきたのっていっぱい使われたからじゃないですか。そうですね。だからめっちゃチヤホヤされててさ、すげえさ、こうみんなからさ、いや、本当頼りになるよって言われてさ、で一通り仕事が終わったらさ、なんかあいつなんか俺はこうだと思ってたけど。 <laughs> あのクライアントの時はこういう仕事しててなんか違くねみたいなしかもあれだよねすげえ使われていった結果なんか価値も薄れていってあそうそうそうなんかめっちゃメディアに出るやつみたいなその <laughs> あだからあれと一緒ですわ甲子園のスターと一緒です <laughs> えなんか <laughs> またまずいこと言う <laughs>、ま、といいじゃんじゃんじゃそれ構造的な問題としてよく指摘されるじゃないですか甲子園が圧倒的なスターの4番 ピッチャーみたいなはい、はい、ピッチャー4番みたいなエースがいると毎日登板しなきゃいけないから真夏の暑い中で投げさせられてはい、はい、毎日な何連ともするじゃないですか、そうするとどんどんパフォーマンスも出せなくなっていくし何な,なら肩壊して一生厳しくなるみたいな、うん、でも周りの目はいや頑張,頑張れ、頑張れって言って上げていってで投げられなくなったら誰も責任取ってくれないっていうさせていただくなんか悲劇の甲子園のエースに見えてきました。悲ししいでしょめ、ね、めちゃめちゃゃさせられ めちゃめちゃ使われてなんかこれ全然 K いねえなとかみんな好き勝手なこと言って若年層的にはもう低調語としてイメージされてるから <laughs> 別にサウナで整わせていただきます別にいいのになってなるのに、うん、そうだね、うんまあ、サウナで整わせていただきますとあれか受講票を確認させていただきますとか別にええやんってなるのに上の世代からはいやいやあいつああいう仕事してなかったからって言われてるのが<ー>現代のさせていただくなんかわいそうだわ <laughs> も,う <laughs> もう悲劇のエースにしか見えなかなった、ね、逆割りしたくなってきますから <laughs> じゃあもうさせていただくみんな絶対使ってた方がいい <laughs> 絶対でとか言わない ない方がいいです。<laughs> あらゆる使い方を強要していく。さっきまでめっちゃキレてたけどな。<laughs> 整わせていやいや,いやめちゃめちゃいいです。整わせていただく。言ってった方がいい。<laughs> すごいな表辺。<laughs> 君主は表辺するってどういうことなんですか、ね。<laughs> そういうことですよ。優れたメイクなんですからね,ね。やっぱコロも変わっていかないと。<laughs> はい。 一応まあもちろん嫌われてる理由の、まあ、大きいの,の中にはそのやっぱ使われすぎてる、うん、その例えば一文の中で何回も使うとうざいっていうのはありますよね。っと本日は21時にえと合流させていただき、うん、その後取材をさせていただき、うん、最後に撮影をさせていただくという流れになりますみたいなのはうざいわけじゃないですかでこういう部分も結構あるので一文、まあの中でさせていただくのを何回も使うっていうのは、まあ、させていただくに多分限らずですけど、うん、まあくどくて、うん、な,んかなんとなくこう。こう えー、インギンブレ、うん、に思われるっていうのももちろんあります。ね、ということでここまでの話をまとめますとおっ、はい、きくまあさせていただくが嫌われてる原因をちょっと今回は見ていきました。うん 敬意が,が使われすぎてすり減っていっちゃったよねっていうところがまず一番大きいとそれからそれとは別でその全体的にさせていただくの使い方が謙譲語みたいなところから、うんまあ、定調語とか美化語みたいなところにシフトしていっちゃっているとうん、うん、だけれどもそれを人々その和者それぞれがさせていただくに対するイメージが違うので。 それがずれているから、す、ねまあ、れ違いが起きちゃうよねっていう。悲しいですね。はい、戦争がなくならない理由みたいなのを感じますね。ね <laughs> そうですね。うん、で、あと、それから、まあ、あの、あまりに便利なので、ね、なぜ便利なのかっていうのは、ちょっとこの後、喋りますけど。うん、あまりに便利なので、乱用されすぎてて、なんか、くどかったり、因因、うん、に思えたりする。そうだ、ん、ね。っていうのが、まあ、あるよねって、三点を説明していきました。はい。で、次回は。うん させていただくってマジで現代日本語における、うん、僕あの紙アップでだと思ってます、ね、<laughs> あ,あ紙アップでですか最高のパッチを当ててくれたと思ってるんでめちゃめちゃゲーム性上がったみたいなことですかねそう,そういう話をしていきたいつまり<ー>させていただく 警察みたいな人って多分いると思うんですけど、うんうん、そういう人を見た時とかに「いや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 させていただくさんの仕事本当知ってるんですか?」って言って逆張りをかます,いいです、ね、材料を、えー、と堀本さんに次回お渡ししてす,すごい嬉しいちょっとやっていきたいですね、はい、どんどん、はいはい、ということで次回も楽しみしていただければと思います、はい、皆さん引き続き高評価チャンネル登録 あと感想のコメントとかもね気軽にどしどし書いてもらえれば、うん、皆さんのさせていただくをうざいと思った経験であるとかあと逆にさせていただくに毎日お礼を言ってる人とかも、ね、<laughs> コメントしてほしいす、ね、ま相当レアケースですけどねそういう人はね椎名先生とかもしかしたらそうかもしれないんで椎名 <laughs> 先生からのコメントもお待ちしております <laughs> <laughs> すごい要求してますね<笑><笑>え以上今回もわりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました この本の本中身はえっとなぜ今「えっと」って言ったんですかあのー、じゃダメなんですかいやいや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね